ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでなんかみんな盛大にお見送りをしてくれているけれど、どこに向かわんといかんのかな。とりあえずシュートシティっていうところに行かんといかんのよね。あ、みんなめっちゃ見送ってくれよりやん。ゴーゴーアユナ、セミファイナルトーナメント、あんたを応援する。嬉しい。めっちゃ、お、なんだ。待てってないな。迷いのない俺は木花さんを速攻で倒したぞ。おー、マジで？てか、声だけ。お前はチャンピオンと違って騒がしい男だな。だが、木花がドラゴンバッジを貸し取った実力は本物。嵐のような勢いには、さすがに俺も気をされたぜ。いいか、お前ら。チャンピオンカップのトーナメントに勝ち上がり、団で戦えよ。わざわざ来てくれたんやね。お、本命は俺、対抗はアイナ。木花さんとの勝負で学んだこと、ドンと出し切るぞ。ほら、アイナ、列車が来たぞ。めっちゃ張り切っとる。お、列車の中がちゃんと。あ、なんかピカチュウの、え、ピカチュウやね、あれポスターに書かれたの。二人ともめっちゃスマホいじるやん。いよいよシュートシティ。でっかいタワーやモノレール、いろいろ気になるけど。ガラルの、いや、世界のみんなが注目するからな。めっちゃ派手やね、スタジアム。シュートスタジアムで最高の試合をしようぜ。シュートスタジアムか、どんな感じやろう。まあ派手なのは分かったけど。10番道路の雪が溶けたら、どんな景色が広がるんだろうな。お、雪景色なんやね、外。座った。ひえー。シュートシティを目指しましょう。おー、めっちゃ雪。そしてトレーナーが待ち構えているのが見える。10番道路、まるで雪の壁。氷タイプのポケモンがドヒャーと出現するんだろうな。ドヒャーと出てきますね。はいな。チャンピオンカップまでにバシッと成長できるかな。俺は俺自身と、チームメンバーのポケモンたちの伸びしろってやつ、信じてるぞ。じゃあ俺は行くぞ。待ってろ、シュートシティ。相変わらず慌ただしいやつである。私もポケモン捕まえつつ頑張っていこう。プラスパワー2個。ほら、ホップがああやって急いで行くけど、私はこうやってね、いろいろアイテムも回収していきながら、元気の塊。なにこの子かわいい。鼻水やん。え、鼻水やん。野生のクマシオン。え、めっちゃ可愛いけど。めっちゃ可愛いけど。めっちゃ可愛いけど。超鼻水だな。鼻水ですね。またまた私はさらにちょっとレベルが上がったので、これぐらいでいい感じかな。あられが。飛び跳ね、突進ぐらいでいい？こんなおっさんに突進されたら一発で。おー、いい感じに耐えたやん。いいよ、いいよ。よし。何気にあれやね。顔と体の色全然違うんやね。モンスターボールでいけるかな。すごい、キョトンとした顔で鼻水垂らしてる。アホの子って感じやけど。でも可愛い。かわいい。やった、一発。クマシュンを捕まえた。これもあれかな、ゴリゴリのおっさんみたいになったりするんかな。お、ホリウッドレベル52。なんかありそうじゃない。だってヒメグマだってね、リングマっていうめっちゃゴリゴリになるやん。クマシュン、氷結ポケモン。体調がいいと鼻水の粘り気が増す。マジで？嫌な相手に鼻水をペトリとなすりつける。うわ、めっちゃ嫌なやつ。超嫌なやつやん。でも可愛い。ぬいぐるみとかになりそうやね。はい、そして野生の雪かぶりが現れた。なんか雪かぶり、なんていうんやろ、なんか植物よね。ホルードで行こうっと。フキノトウみたいな感じかな、雪かぶり。怖えよ。
氷草タイプとかそういう感じ。突進、いけい。まあ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 、もうちょっと減ってほしかったけど。あー、ちょっと待って、ホルード効果抜群やん。マジで何タイプの技今の。お、突進みたいな感じになるんや。ん？でもなんか、あー、そういうこと？根を張って、あんな感じで吸収できるんや。でもめっちゃ微妙な回復やったけどね。はい、それじゃあ、ちょ、スーパーボールぐらいでいけるかな。捕まえたいです。さあ。よっしゃ、順調やね。雪かぶりを捕まえた。いいね、いいね。順調に図鑑も埋まっていく。雪かぶり樹氷ポケモン。あ、やっぱり草氷やね。雪深い山に暮らす。雪に足を突き刺して水分と冷気を吸収するぞ。それで体力回復と。素晴らしい。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、なんか2匹。ん？これバリヤードじゃない？ね、バリヤード。なんか違う。これガラルのバリヤードってこと？ガラルのバリヤードはあれなの？エスパータイプじゃなくって氷タイプってことなのかな？へぇー。しかもなんか可愛い。なんかね、もともとのバリヤードもっと、あれやん、カラフルというかポップな感じやん。なんか、すごいモノトーンやね。一瞬、バリヤードの色違いかなって後ろ姿見ただけじゃ思ったけど、色違いどころか、全然違うよね。何がいいかな？虫食い。でさ、もう一匹なんかさっき、何やった？あれ、なんていうポケモンやったっけ？なんか2体連なっとったことない？あれ、進化系ってこと？ああいう状態になるの？ドガースがまたドガースになるみたいな感じかな。違う？効果抜群でもこんだけしか効かんのか。え、でもレベルこっちの方が上なんやけどな。まあ別に、ね、一発で倒したりとかせんけんいいんやけど。全然その方がいいんやけど。これでスーパーボールでいけるかな。もう一回ぐらい行った方がいい？虫食い。よし、いいぞいいぞ。このもう一回でいけるやろ。あー、よかった。はい、これで。これで多分あともうモンスターボールぐらいでいけるんじゃない。おっしゃこーい。元のバリヤードよりこっちの方が好き、私的には。え、何タイプ？氷なの？でも催眠術とか使いよったね。イエーイ、バリヤードゲットー。めっちゃ増えてくやん、いい感じ。はい、バリヤードダンスポケモン。あ、氷とエスパー。なるほど、氷がプラスされたんや。ガラルの姿。タップダンスが得意。冷気で作った氷の床を蹴り上げ、バリアーのごとく身を守る。へぇー。かわいい。で、これよ、これこれ。野生のバイバニラが現れた。バイバニラやつ。へぇー。アブリボンを倒されながらも頑張って、体力を削るが、トリコアイスかと思うぐらいの粘りを見せて、なかなかボールに収まってくれない。騒いでないで、おとなしく入って、この中にちゃんと。ほら来い。おお、やった、来た、よかった。粘りがちやね。バイバニラゲット。バイバニラのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。バイバニラ、ブリザードポケモン。怒りが頂点に達すると、吹雪を吹き出して敵も味方も氷漬けにする。怒りが頂点に達したらなんか、ね、溶けそうやけど、大丈夫なんやね。バイバニラが溶けない氷を持っていますが、どうしますか？別にそのまんまでいいよ。今のところ。うんうん。君は持ってる子たちだね。よし、それじゃあ行きますか。トレーナーと戦いつつ。だいぶもう野生ポケモンの時点で、ポケモンがやられているけれど、
どこかに怪我したり傷ついたポケモンはいないか。ドクターだぞ。じゃあ回復してからにしてくれるかな、戦い。ドクターのミノルが勝負を仕掛けてきた。ほら、傷ついたポケモンここにいっぱいおるのに、そこにさらに追い打ちをかけてくる。しかし、全部今一つやん。全部今一つやけど、やけど、まあ、あのね、ゴリ押しでね。ゴリ押しでね、行きましょう。当て身投げ。ああ、それでも耐えるんや。へえ。だってほら、結構半分ぐらいレベルの差あるけど、それでも耐えるんすね。すごい。でも一匹しか釣れてないんや。助手的な感じかな、差がないと。人間と同じぐらいの身長あるね。すご。あの人ちょっと猫背気味やけんあれやけど。なんということだ。私のポケモンが傷ついたぞ。そりゃバトルをすればそうなるよ。しょうがない。トレーナーとして強い君は傷ついたポケモンをたくさん見てきたよな。それも辛いね。回復はしてくれないんすか。そこは回復すべきやと思う。すごい、これ見て、雪の壁じゃない。何、ど真ん中におるの。やれることをきちんとやる。山登りで無理や禁物です。まあね、こっち結構な軽装でおるんやけど。山男のミネオが勝負を仕掛けてきた。めっちゃ目キラキラしてるね。ポケモンの世界の男の人、目キラキラしすぎじゃない。特にあのおまわりさんが怖いんやけど。あのおまわりさんの場合はキラキラした目というより狂気に満ちた目という方が正しいなどと思っているうちに、嘆きのレベル差ゴリ押しであっけなく勝利。イエイ、勝利。自分より強い相手にやれることだけやってもかなわない。まあ準備万端だったんだったらしょうがないよ。やれることを少しでも増やすため、自分たちをレベルアップだな。それは良きこと。あっちにもなんかトレーナーがいるな。こっちに行くと、あ、なんか掲示板っぽいのがある。待って、とりあえず、あー、なんかめっちゃ追いかけてくる。ニューラ。あ、この子あれや、あの耳が短い。耳が短い子と長い子で多分性別が違うんよね。女の子が短い方か。なんか動物の世界ってあれやん、あのこういうの、なんていうの。なんていうの、あの派手、あのオスの方が派手っていうやん。多分そういう感じなんよね、きっと。それもクジャクの羽が派手なのはオスの方などと言ってるうちに、レベルボールを無駄にしながらも、レベルボール無駄打ちしてしまったわ。つら。よし、ゲット。いいね、いいね。この辺まで来たら野生のポケモンもレベルが高いけん、こう捕まえてすぐ使えるっていうのはいいよね。おし、ニューラ鍵爪ポケモン。鋭い爪を指の中に隠している。いきなり伸ばして襲ってきた相手をひるませる。普段は油断させとるわけやね。あ、氷タイプもあるん、ニューラって。へえ、悪だけかと思った。悪氷やって。にゃー、びっくりした。何、でかくね。誰お得な掲示板。ポケモンの体内から放たれた特殊なパワーは周りの空間を歪ませ、実際の大きさよりもポケモンを巨大に見せます。これをダイマックスと言います。中にはダイマックスで姿が変わるポケモンもいます。これを巨大マックスと言います。別々なんやね。この子は雪の、これは普通のポケモンなのか。進化系ってことやね。めっちゃびっくりしたんやけど、だいぶでかいね。だいぶでかいね。一発でやっつけてしまうかな。とりあえずこっちもやられそうな気が。当て身投げですよね。一瞬これがもしかして今のさ、お得な掲示板に書いとった感じなんかと思ったけど、普通のポケモンってことやね。カビゴンよりはるかにでかいやん。はい、ツボツボレベル53。ここ進んでいけないのか。
バリアードがめっちゃなんかダンス踊りそうな感じで近づいてきたんやけど。じゃあ私今回復したいんよね。なんか至る所にトレーナーおるやん。やめていただきたい。回復がしたいんだって私。いやー、こっちにもトレーナーおる。どんだけだよ。なんかニューラめっちゃ走って近づいてくるよね。ちょい待って、逃げさせてください。もう君は捕まえたので。ほらほら、もう見つかる。郵便、いつまで手紙を運べるのだろうか。てかこの状況でもやっぱり運ばんといかんのやね。ポストマンの誠が勝負を仕掛けてきた。大変だ、雪国のポストマン大変だ。あ、そしてペリッパーなんや。ツボツボを出すもののあっという間に倒され、手持ちのポケモンも少なくなってきたので困った時のエースバーンかっこレベル差ゴリ押しに頼ることに。負けちゃった。そして思う、終わりたくない。何、どうした？配達がってことかな。配達人生、何かしらの気持ちは人に届いて初めて意味をなす。たとえ最後の一通になったとしても僕は運ぶぞ。えらい。でもなんかすごい死亡フラグみたいな。頑張ってね、誠さん。さあちょい、私はびっくりした。あの子かな、もしかして。クマシュンの進化系ゲゲ、ポケモントレーナーだ。どうしよう、戦いたくないのに。だから私は避けていこうとしてるんだ。そこ気づくなよ。てか勝負を仕掛けてくるなよ。山男のガクが勝負を仕掛けてきた。今思ったけどこれ山男なんか。昔の山男ってさ、めちゃくちゃおっさんじゃなかった？いつの間にこんな爽やかな山男になったんやろ。まあ、怖いけど。違う意味で怖いけど。回復をしたら負けと思っているとしか思えないほど回復しないので、嵐で赤投げが瀕死の状態に。そして手持ちのポケモンは残り2体になったところで困った時のエースがかっこ以下略。どこで間違えたかな。最初に出したポケモンか。順番が違ったとしても結局出すんでしょ。だったら一緒だよ。ほら、画面に映ってないのに勝負仕掛けてくるとか絶対いかんやん。負けたが学ぶことも多かった。つまりある意味俺の勝ちだな。そんなことはないと思う。ほら、画面に映ってないのに勝負仕掛けてくるとかなしやと思う。君の佇まい、ただものではありませんな。で、この先にもおったやん。どんだけトレーナーおるん、ちょっと。つらー。つらー。ヒヒダルマ。何それ。めっちゃ頭でかいんやけど。ペロッパフでいけるかな。エースバーンばかりでは、絵代わりがないと思ったのか。ここは、ペロッパフで行くことに。しかし、この思いつきが大当たり。すべての敵に効果抜群で危なげなく勝利。よし。でもこの次なんかインタビュアーみたいなのがおった。おお、あなたのポケモンさんとても素晴らしいですね。ありがとう。今までのポケモンって映ってなかったら勝負仕掛けてこんかったことない？ガラルでは昔の昔から愛しいポケモンを見せ合って相手に敬意を払ってましてな。ほら、なんかおるよ。お久しぶりです。いよいよですね。どれだけ強くなったかチェックよ。とてもいいポケモンとトレーナーはカメラ越しに輝いて見えるさ。お、同じ人たちなの？でも名前を覚えていないんだ私。インタビュアーのミチとテルが勝負を仕掛けてきた。そんな名前やったっけ？全然覚えてないけど。なんかおのおの2体ずつ持っとんやけど、それはちょっとどうな。私この2匹が全てなんですけど、よろしくないと思うわ。こちらは2体しかいないのに、向こうは計4体。前回頑張ってくれたペロッパフが瀕死になりながらも困った時のエースバーンでなんとか勝利。ふう、しかしまあよかった。言葉を失う強さ、皆様要チェックですよ。身をもって負けた、だがそれがいい。君の強さを体験できたよ。まあ、ここでね、チャンピオンに挑戦するはずのトレーナーをインタビュアーとカメラマンが任しましたなんていう番組流せんよね。あなたが優勝したら独占インタビューを申し込むわ。君のポケモンたちカメラを通じて引きつけられる。お、まあ、引きつけられる。オーラが出ているんだ。ここか、シュートシティ。お願いついてください。何も見えない。おお、
いきなり街が。あれは何やろ、青ガラスたちかな。めっちゃでっかい街やねん。え、ここでチャンピオンと戦うの？そういうことかな。あれは誰やろ。シュートシティを目指しましょう。着いたよ、着いたよ。おお、ホップいつの間に。え、でっか、やば。テーマパークみたいなのあるやん。おお、すごい。欲張りすが映っとった。欲張りすがあんな可愛く見えるとは。すげえな、観覧車やん。うわー、これか、スタジアム。前になんかチケット屋さん？すごい。なんか鳥系ポケモンがいっぱい。うおー、シュートシティ。俺が伝説になる場所。だって俺が新しいチャンピオンになるんだからな。いや、私だから。よし、サクサクってシュートスタジアムに行くぞ。もう早速行くの。あいな、お前もシュートスタジアムに向かうよな。向かうけど、まずは回復するかな。元気だな。めちゃくちゃ元気だな。ポケモンセンターはどこ、あれか？あれかな？あ、あれやね。よし。まあ、とりあえず、ポケモンセンターで回復していきましょう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、とりあえず野生ポケモンになんかめちゃめちゃやられたんやけど、やっていけるのかしら。てかまず誰と戦うんやろうね。いきなりチャンピオンではないってことやろ？チャンピオンロード的なのがあるんなら。